WBC 日本代表の外野、吉田、ヌートバー、鈴木でほぼ確定する。吉田正尚が WBC 参戦へ、メジャー移籍1年目で異例、最強ジャパンにさらなる追い風。2023年3月に開催される第5回ワールドベースボールクラシックで米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚外野手の日本代表メンバー入りが濃厚になったことが30日、関係者の話で分かった。オリックスからポスティングシステムを利用し、5年総額9000万ドルでの入団が決まったが、メジャー移籍1年目の選手の WBC 参加は異例。歴代最強の侍ジャパンが3大会ぶりの世界一奪還に挑む。クワン柳田はもう来ないの確定か。DH 吉田にしたら1枠余る。そこは大谷さんのもんや。誰が不調でも交代できないメンツだな。クワン見たかったんやが出れないのか。吉田って五輪で活躍したっけ？てか吉田出てくれるとかすごいな今回。特にメジャー移籍直後とか異例やろ。嬉しいけどメジャーデビューの方に影響しないか心配や。本人が出たいんだろうけど調整大丈夫か。スケジュールやばいやろうけど、トップクラスのメジャーリーガーと戦える機会イコールメジャーでも使える経験を得られる絶好の機会でもあると思う。筒香呼ばないのかな。メジャーへのアピールしなきゃいけないし死ぬ気で頑張りそうやが、吉田来るんか。ガチで優勝狙うしかないやろ。